こんにちは、速稼塾の久保です。今回の舞姫大学はスーパーの在庫日数についてお話ししようかと思います。まあ何を隠そう、私はスーパーマーケット勤務7年間やっておりまして、その中でもね、成長株だったんで割と期待の星だったんですよ。で、出世も早かったんでね、いろいろと数字については結構詳しいですよ。まあとはいってもね、もう20年前、そのぐらい前のこと、ひょっとしたら30年前かもしれないですね。大学出てからすぐのことだったんで、だから20数年前のデータなんで、もしかしたら今通用しないかもしれませんけども、考え方としてはね、多分同じだと思いますんで、その辺お話ししようかと思います。私たちがスーパーに行くと、製品がね、いろんなところにバーッと並んでますよね。それこそ無限とも言えるぐらいの品数があります。私が扱っていたのも毎日1万点ぐらいだったんですけども、やっぱり1万点といってもね、一つのアイテム、まあ例えば鮭の切ったやつにしても、まあ同じものが5パックとか10パックとか陳列されているのも込みで1万なんでね、実はアイテムとしてはそんなに多くないわけですよ。まあここでアイテムとかっていう言葉を使いますけども、スーパーではね、アイテムとかね、SKU とかっていうふうに言うんですよ、専門用語でね。まあこういったものもスーパーを経験している人でしたら、社内資格試験とかに出て、まあこういった用語はどういう意味ですかみたいなのを答えられなければ、社内でね、言葉のやり取りができないんですよ。やっぱその辺スーパーにだって専門用語結構ありますんでね、だからポンと入って会話についていこうと思ったら、基礎用語はやっぱり覚えていかなくちゃいけないのは FX と同じかなと思います。さあそれでね、在庫日数なんですけども、まあ、私が関わっていた魚っていうのはもっとね、最も在庫日数が厳しく管理されていまして、3日を超えると長いって言われてるんですよね。で、2日を切ると機械損失の可能性があるというふうに言われてます。ですんで、適正在庫っていうのが 2.2 とか 2.3 とかなんですよね。で、大体3日を超えるとバイヤーから指導が入ったりとかします。で、逆にですよ、やっぱり 1.5 とかの在庫日数だと欠品の可能性があるっていうので、送り込みって言って強制的にですね、荷物が送られてくるんですよ。だからね、送り込みがある時って過剰に送り込まれるんで、ものすごく忙しくなっちゃいますし、店舗の意思の発注じゃないんで、売れないものもね、結構突っ込まれたりとかするんですよ。まあ、いわゆるね、嫌がらせというふうに現場では呼んでいたんですけども、そうならないように現場では警戒しながら製品を陳列したり売ったり、在庫を、まあ、ある意味ね、消したり出したりとかするんですよ。架空在庫とかね、隠し在庫とかっていうのは技があるんですけどもね。あとは在庫の評価額を変えたりとかします。例えば特売の時に3キュッパだったものは通常料金が480円なんですけども、どっちで棚卸しをするかっていうのはね、実は現場の裁量なんですよ。これとなるとですよ、在庫なんていうのは現場の人によっていくらでもコントロールできるっていうことになるんで、引き継ぎの時にね、やっぱり評価の仕方にそれぞれ担当者特徴があるんですよ。だからシビアに行く人だったら仕入れ価格を調べて、その価格のまま在庫をきちんと洗うんですよね。でもある人はね、すごく優秀というか小ずるい人っていうのは、これはロスになりそうだなと思ったら、徐々に在庫から100円200円ずつ減らしていって、目立たないように在庫日数をこう調整していくんですよね。で、逆に儲ける自信がある人っていうのはね、現場によってとか売り方にもよるんですけども、例えばですよ、在庫からちょっとポケットに入れて持って帰っても売上で相殺するっていうのね、まあ、そんな不正も目の当たりにしてきましたね。だからスーパー今ではそんなことないと思いますし、ポス管理って言っていくら入荷してどのぐらい売れてどこが廃棄になったかっていうのを全部ね、このスキャンでやるんで、もうごまかしは今効かないと思いますけどもね。その中でもこういう方法があるんですよ。まあ、例えばエビのパックが30ビリでボーンと入荷してきました。そのパックを溶いてバラ売りにして1個100円とかでやると儲かるんですよね。で、そういうふうにして利益を取っていって、儲けた部分を会社の利益にするのか、ゴニョゴニョゴニョにするのかってことなんですよ。で、ゴニョゴニョゴニョって何かっていうと、必ずしも持って帰るわけではなくって、会社のあらりを吹っ飛ばしちゃった時っていうのをね、やっぱり瞬間的にごまかすことがあるんですよ。その時に取り戻す策として特売商品を定価販売するとかね、それから本来だったらパックで売らないといけないものを小分けしてちょっとだけ利益を取っていくとかね。例えば1パックこう入ってきた時に980円で1パックってやつがあったら、それを小分けにして2分の1パックにして580円って売り方をすると、合計金額1200円弱で上がりますんで、200円弱のね、あらりがこう水増しされるわけなんですよ。これ実あらりですから、ちゃんと会社の利益になるんですよね。そうやって一時的にロスっちゃった部分を
怒られないように架空在庫で維持しといて、その後さっきみたいな方法で帳消しにするみたいな方法で自分の成績を管理するわけなんですよ。まあそう考えるとね、この日本全国つつ裏裏商品販売しているそんな業者さんとか店舗さんっていっぱいあると思いますけども、どこを基準にね在庫って言ってるのかっていうのは非常に曖昧なんですよ。ですんでよくね、政府の公文書が改ざんされたとか数字に水増しがあったって言われてますけども、水増した瞬間に指摘されたらそれは水増しなんですよ。でもしばらく一定期間を通してみるとその水増しがいつの間にか解消されたりするんですよね。まあそういうこともなかなか現場で知れることかなと思います。さあ災害時のことなんですけども、この店舗1個の在庫日数に話を戻しますと、私の担当していたところは在庫日数 2.6 日 2.7 日が適正で、3日を超えたり2日にずれ込んだりしたらちょっとおかしいよってことになりますけども、店舗全体としてはね、例えばボールペンですとかジュースとか長持ちするものがあるんですよ。じゃあ平均的に店舗の在庫日数って何日かっていうと、だいたい5日ぐらいですね。つまり入荷が5日ないと店舗の中はまあ形式上空になるんですよ。たった5日です。となるとね、私たちはスーパーに行くときに商品を多くても7個8個、もっと多くても10個ぐらいしか買わないんで、たくさんある商品の中のたった一部しか持っていかない。それこそ自分一人が買ったところで何の影響もないっていうふうに感じるんで、スーパーにはいつも商品が並んでるねって感じちゃうんですけども、でも災害時にね、ちょっと多めに買おうかなっていうふうに考えることとか、あ、スーパー売り切れるかもしれないから今のうちに行っとこうっていう人のバイアスがかかると、だいたい1人当たり購入量が倍になるんですよ。しかも来店数も倍になるんですよ。そうなると通常の4倍、店舗では物がなくなるってことになりますので、なんとね1日にして空になるってことになるんですよ。それこそ雪かなんかの災害で店舗に人が殺到した時って半日ぐらいで商品がなくなって、で残ったのはなんかのし袋とかね、ゴミ袋とかね、そんな日持ちをするけどもすぐにはいらないよってものがパラパラと残る程度になると思います。多分食品という食品は缶詰からカップラーメンに至るまで半日でなくなるんですよ。そのぐらいスーパーって商品がないんですよね。食料がないんですよ。そういうふうに考えていくと、普段から商品が充実してる時に我が家にストックしておくとか専用の倉庫に入れとくってことをしなければ、もしも万が一っていう時に店舗に殺到したところで、まあ、そもそも駐車場がもういっぱいで止められないとか、店舗の中に入っても行列みたいな感じで、それだけでうんざりしちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でしかも商品の入荷ペースに商品の販売が追いつきませんから、もういつも品切れ状態なんで、どこのスーパーに行っても何もないよねってことになります。で私たちは何度もね、阪神淡路大震災とか東日本大震災とかで経験してるのに、なんかねいつでも物があるっていうふうに思っちゃうんですよね。これものすごく危険なんで、スーパーをやっていたものの経験として今ね説明させてもらいましたけども、災害時には半日で全てなくなりますからね。そのぐらいしかスーパーには実は商品がないってこと、バックルームも込みで、今回ね覚えておいていただければと思います。はい、少なくともカロリーメイトぐらいはね一ケースぐらい部屋の片隅に置いといてもいいんじゃないかなっていうことと、あとペットボトル飲料ね、こういうのも用意しておくことをお勧めします。私の考え方としては、毎月の所得の 1% をそういうふうなストックに回していけば、まあ十分なストックが1年とか2年かかりでできるんではないかなと思いますし、マーケットにも影響を与えずに、そういうふうなね備蓄ができるんじゃないかなと思いますんで、その方法を速稼塾の中ではちょっとお伝えしてるかなっていうところでございます。はい、じゃあ以上ですね。ありがとうございました。また、まなみさんよろしくお願いします。